眠れぬ夜は一緒に喋ろう。皆さんこんばんは、ひろみです。今日も一日お疲れ様です。お疲れ様でした。こちらのチャンネルはメインチャンネルひろみボイス ASMR のサブチャンネルです。こういったお悩み相談の配信をしたりとか、過去のですね、メインチャンネルで今はちょっと公開していないような動画を再掲載したりですとか、ライブをしたり、あるいはライブのアーカイブを配信したりなどなどしております。今後はサブチャンネルならではの雑談とかも増やしていきたいなと思っております。もしよろしかったらチャンネル登録や高評価をしていただけるととても励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。でまたですね、お悩み相談に関して今マシュマロ質問ボックスでですね、質問投げられるような匿名で送れるサービスの方にいただいたものに関してはこうして動画でお話をさせていただいているんですけれども、他にも個別で通話できるサービスが2つあります。1つはここなら、相談、お悩み相談というここならさんという会社のサービスを使った通話サービスです。もう一つは私個人でやっている通話サービス、ほっとおしゃべりという名前にしました。今のところね、もしかしたらまたちょっと変わっちゃうかもしれないんですけど、相談っていうよりは雑談とかいろんな話を含めてほっとできるおしゃべりを一緒にしませんかというようなコンセプトでやっております。でこちらのサービスは、先日リリースしたばかりなんですけれども、早速使ってくださった皆様がいらっしゃって本当にありがとうございます。なんかちょっと初めての試みだったので、通信環境とかね、連絡のやり取りとかね、うまくいくかなってちょっと心配なところはあったんですが、思いのほかスムーズにできております。で、通信環境があれば、Google Meet でちょっとお話をするんですけど、かなりクリアに声が聞こえるので、本当になんか電話してるみたいな感じで、私も楽しくお話をさせていただいております。いずれもですね、お話しできるサービスには変わりはないんですけれども、料金体系とか決済方法とか匿名か否かとかそういった点が違ってきます。もし比較表とか詳しい違いを知りたいという方はこちらの動画でお話をしているので、よかったらご覧ください。はい、それでは今日もご相談届いておりますので、順番にですねお読みしたいと思います。常に優しい人でありたいし、思いやることは心がけていますが、本当の優しいがわからなくなってしまいました。自己満の優しさだったり、その人には優しさだと感じなかったり、といただいております。何かあったんでしょうかね。メッセージありがとうございます。ちょっと詳細が書いていないのでわからないところもたくさんあるんですけど、常に優しい人でありたいと思ってるだけで十分なんじゃないかなって思いますね。ここに書いてある通り、それは自己満の優しさなんじゃないかとか、あるいは偽善者っていう言葉がね、単語としてありますし、その優しさっていうのは受け取る人や受け取るタイミングとか受け取る状況とかで、なんか傷つく一言に変わってしまったりとか、余計なおせっかいに聞こえてしまったりだとかってこともあるので、自分が優しさを込めて送ったことであったとしても、相手によってその反応っていうのは様々変わってくるよっていうのは往々にしてねあると思うんですよね。でそこで私がいつも大事だなって思うのが、もし自分がこれ優しくないなって思うことがあったら、その当事者が当人に言う必要があると思うんですね。この言葉は実は傷ついてしまったよとか、こう言ってほしかったなっていうのをやっぱ言わないと、人間って本当に何を思っているか、何を考えているか、何を感じているかっていうのは全くわからないんですよね。で、この人は偽善者で優しいふりをしていつもひどいことを言ってるよねってで陰でこそこそ言うのではなくって、言われた時に正々堂々と伝えればいいだけの話だと思うんですよね。それがなかなか難しかったりするんでしょうけど、もし相手に本当に 100% 悪気がないのであれば、ちゃんと受け取ってくれるはずなんですよ。ごめん、そういうつもりじゃなかったんだけど、そう思わせてしまったのはごめんねとか、じゃあ違う言い方にするねとか、時にはねちょっとムッと怒って喧嘩になっちゃうこともあるでしょうけど、本当にこう対人関係ですごく大事なのは、そのことが起こった時にできるだけ早く誠実に相手に伝える。で、伝えるほどの、ね、人間関係がないっていう人ももちろんいるので、その場合はもし自分が「うん」って思うことであれば受け取らないっていうね、心の中で受け取りませんっていう、ちょっと拒絶をすればいいだけの話なので、って思うんですね。なのでこう自分が誠実に優しさを込めて言ったことっていうことであれば、それが結果どう転んだとしても、言ってくれたらありがとうだし、言われずになんかいろんなことを思われちゃったらもう仕方がないことなのかなとは私自身考えていますね。で、どういうことを優しい、どういうことが優しくないっていうのは一つの言葉で言えることじゃないと思うんですよ。例えば「これ手伝おうか?」っていう言葉を取ったとして、ある人にはすごくありがたい言葉に聞こえるかもしれない。だけどある人にとっては一人でやりたいのに同情されたって思ったかなとか、成長する機会を奪われたかなって思ったとか、もう取られちゃう言葉になりえますよね。手伝おうかの一言も。っていうふうに、何が正しい、何が正しくない、何が優しい、何が優しくないっていうのは分かんないんですよ。だからこそ今言ったように、自分が誠実にな思いで出た言葉に関してはもう委ねるしかない、相手にって思います。で、相手の反応が芳しくなかったりとか、相手が言ってくれたりとかしたら、あ、そういうこともあるんだなって、もし傷つけていたらごめんねって一言、それも誠心誠意で伝えたらいいんじゃないかなって思いますね。というのも、私もこういうお悩み相談をさせていただいていて、答えますよなんて一個も持ってないし、正解なんて何一つないと思っているんですけど、自分のその考えとかをね、お話しするにあたって毎回思うんですよね。これは誰かを傷つけているんじゃないかなとか、なんかどこまで言うべきなのかなとか、言った後ももっといい言い方があったんじゃないかなとかね、常に考えるんですけど、それを考えて結果引っ込めちゃうのも違うかなって思うんですよね。もちろん過激な言葉とかいう相手とかねは選ばなきゃいけないんだけれども、自分が一生懸命考えて誠実に出た言葉っていうのは誰かを傷つける可能性もありますけれども、誰かを励ます可能性の方が私は多いような気がしていて、だからね、こうやって世の中に発信する人がたくさん増えてるし、それによって人気が出る方とか、たくさん視聴される方とかっていうのは、すなわちその言葉、その人の考え方っていうのに共感されてる人が多いっていうことじゃないですか。それで少しでもポジティブに気持ちがなるのであれば、こんなに素晴らしいことはないなって思うんですよね。優しさも一緒で、自分が優しい気持ちを持って伝えたこととかしたことが、誰かにとってはマイナスに取られちゃうかもしれないけど、誰かにとってはものすごく心が癒されて勇気になったりとか、本当にこう極端な話かもしれないけど、命が救われるっていうこともね、あると思うんですよね。だから自分はどうせ優しいことなんか言えないからと思って一言引っ込めちゃう行動をしないっていうことの方が、私は損失が多いような気がしています。すごい勇気がいることですけどね、考えちゃうといろいろ。私もすごく毎回そんな風にちょっと悩むまではいかないですけど、もう覚悟を持って、これは今の自分ができる最大限だと、この結果クレームが来たらもう誠心誠意謝るしかないみたいな感じでいつもやってるんですけど、そうやって考えていくしかないんじゃないかなって思いますね。でも少なくとも楽しませたいとか、喜ばせたいとか、優しくしたいとか、癒したいとか、そういうプラスな感情で出た行為っていうのは、私はね、プラスになることの方が多いと思います。だからやった方が、言った方がいいと思っています。じゃないと伝わらないからね、この人本当に優しくってあなたのことを思ってるけど、言ってもらえないと伝わらないし、伝わらないとその人がまた別の人にそれをね、還元できたりして、優しさの輪っていうのは私はすごく大きく広がっていくものだと思うんですよ。誰かに優しくされると心が癒されるじゃないですか。で癒されると元気になるじゃないですか。元気になると周りの人もハッピーじゃないですかっていう風に、何か一つの前向きなアクションっていうのはその先に本当に想像できないくらい莫大ななんか幸せの波っていうのを起こせるんじゃないかなって思うので、難しいところもあるけれども、私は思ったり行動したり言ったりっていうのはすごく大事なことじゃないかなって思います。皆さんはどう思いますでしょうか。メッセージありがとうございました。はい、では2つ目のご相談です。ひろみさんこんにちは。いつも動画で癒されています。私も相談してみたいなと思い、初めて送らせていただきます。私は今24歳で社会人3年目です。昔から親に心配をかけたくなくて、仕事や恋愛の相談をせずにやってきました。相談の仕方がわからなくて、いつも溜め込んでしまいます。相談の仕方がわからないので、この文章で打つのも難しいのですが、とにかく誰かに甘えたいです。24歳にもなって恥ずかしいですが、大丈夫だよ、頑張ってるねって抱きしめてほしいですといただきました。メッセージありがとうございます。人にね、相談しないとか弱みを見せないとか頑張って、いらっしゃるタイプなのかなって思いますし、私も結構、ね、そういうタイプで、友達や兄弟から相談されることはかなり多いんですけど、がゆえに人から相談されるのってちっちゃい時はね、しんどいなって思っちゃって、こんなしんどい思いを私は誰かにさせたくないなってね、小学生か中学生ぐらいの時に思いまして、誰にも何も言わなかったっていう、まあ20代ぐらいまで過ごしてきました。だけどまあ他にもいろいろあって、なんか限界が来てしまって、体調に病気となって現れた時に、そろそろその自分を変えないといけないなって考え方とかねっていうのを気づかされたってことがあったんですよね。ただこの方と同じように、じゃあどうすればいいのかっていうのが全く分からなくって、心療内科に通ったりとか個別でカウンセリング受けたりとかっていうのを29歳かなの時にやっていました。でその時に効果があった2つのことをね、ちょっとご紹介したいなと思います。まず1つはですね、言葉に出して声に出して「私は私を許す」とか「私は私を愛している」とか、ちょっとなんか宗教チックに聞こえるかもしれないけど、いわゆるアファメーションっていうんですか、声に出してそれを自分に聞かせてあげる。自分の声って一番最初に自分が聞いていて、脳みそって聞いた言葉に素直に反応してしまう、良くも悪くも生き物らしいんですよ。まあ、その仕組みをうまく使ったものがアファメーションっていうものだと思うんですけど、私は私を愛している、私は私を抱きしめる、私は自分を許すっていうようなことをちょっと毎日ね、騙されたと思ってね、ちょっと言ってみてほしいなって思います。私は人に弱みを見せられるとか、私は自分を癒してあげられるとか、こう私は自分を抱きしめるとか、人にしてほしいこととか、今まで自分が苦手だと思っていたこと、かつベースとして自分を愛している、自分を包み込んでいいんだ、自分を許していいんだ、そんなに頑張らなくていいんだっていうことを声に出して言ってあげるっていうことをちょっとやってみてほしいなって思います。これは私が30歳過ぎてからカウンセラーさんに言われたんですよね。ひろみさんは自覚している以上に自分にすっごい厳しいので、ちょっとこれ言ってみましょうみたいな。その時言われたのは、私は私を許しますって言ってくださいみたいな。で私何のことか全く分からなくて、許すってどういうことですかってまず聞いちゃったら、もう考えなくていいから言ってくださいって言われて、分かりましたって言って言い始めたのが30過ぎてからだったんですけど、なんか不思議とね、あ、自分はすごく頑張ってたんだなとか、なんか思えてきて、そんなに頑張らなくてもいいんだなって、頑張ってる自分も頑張ってない自分もそのままで素敵なんだなみたいな風に、少しずつ多分脳からそう捉えてくれたんじゃないかなって思います。気持ちとしてはまだまだ自分はもっと頑張らなきゃなって当時も思ってたと思うんですけど、私は私を許すみたいなことを毎日騙されたと思ってね、やっていたら多分脳からそのちょっと思考回路が変わってきたのかなという感じがしているんですけど、すごくね気が楽になってきたっていう経験があります。でもう一つはもしかしたらあなたもそうなのかなって思うことなんですけど、周りに迷惑をかけないとか、心配かけないとか、いろいろそういう方って自分の気持ちをあまり言わないので、自分の気持ちにちょっと気づきにくくなっている可能性があるんですよね。そうなってくるとどうなっちゃうかっていうと、本当にその名の通り自分がなくなっちゃう、自分の感情がなくなるってことはすなわち自分がなくなってしまうっていうことなので、痛みも悲しみも感じにくくなってしまうんですよ。でそうなっちゃうと本当に人生がつまらなくなってしまうので、例えば目の前のこと、今だったら私だったら撮影をしたいかしたくないかっていうイエスかノーかで答えられるような二者択一性にいつも日常生活で取り入れてほしいんですね。この今日は朝ごはんを食べたいか食べたくないかとか、朝ごはんにシリアルにしたいかご飯にしたいかとか、お風呂に入りたいか入りたくないかとか、誰かからなんか飲みの誘いが来たけどこの人と行きたいのか行きたくないのかっていう、なんかもうイエスかノーかっていう二者択一にして必ず好き嫌いしたいしたくない食べたい食べたくないみたいな感じで必ずどっちか選ぶっていうトレーニングをしてみるのはどうかなって思います。というのもやっぱり人のことを考えて行動し続けてしまうと自分がないがしろになってしまって、さっき言ったみたいに自分の感情が第2第3みたいな感じでプライオリティが下がっちゃうんですよね。それを取り戻すために自分の好き嫌いをはっきりさせるっていう練習を日常生活の中ですると、これも不思議なもので、私は半年後ぐらいからですね分かってきたんですけど、最初は8時になったからお風呂に入ろうとか、なんか朝起きたから健康のためにこれを食べようとか、自分の意思ではなくって違う、例えば一般常識だったりとか、家族からの教えだったりとか、健康のためだったりとか、自分を主語にせずに他のものを主語にして選んでたことにすごく気づいてショックだったんですよ。私こんなにも自分を主語にしないで物事を選んできたんだと思って、すごくショックだったんですよね。そうではなくって私がどうしたいのかっていう風に考える練習を本当に細かく一日の中でだから何百個ぐらいあるわけですよね。外に出たいか出たくないかとか、歩きたいか歩きたくないかとか、もちろんそれでやらなきゃいけないこともあると思いますよ。だけど私はやりたくない、でも仕事だからやるしかないなとかね、まずは自分の気持ちを第一にするっていうちょっとトレーニングをしてみるといいのかななんていうふうには思いました。で誰かにね甘えたくって大丈夫だよ頑張ってるねって抱きしめてほしいということなんですけど、まずはね最初言ったみたいに自分が自分を許してあげる、自分が自分を抱きしめてあげるっていうことをしないと誰かに甘えることもねなかなかできないと思うじゃないかなって思います。何事もやっぱりまずは自分なんですよ。子供に何とかしなさいって言ってもまず自分ができてるかとかね、好きなように生きなさいって言ってたとしてもまず自分がやってるかっていうね、何事も自分ファーストなんですよね。自分が主語でまず自分がしてあげる、そうすると誰かにもできるし誰かに伝わったりもするし、自分を大切にしていると自分を大切にしてくれる人が不思議と寄ってくるんですよね。そんな風になんかちょっと目に見えない因果関係っていうのは本当にあるなと思っていて、どうしようって思った時にまず自分なんですよね。助けてくれるヒーローっていうのはね正直いないです。一時はこう寂しさとかを埋めてくれる、異性がね、異性とかそういうパートナーが出現したとしても、自分をまず認めてあげられてなかったり抱きしめてあげられてなかったりすると、いつか破綻が来てしまったりそれだけではなくて、やっぱり人間は自分も含めて相手も常に変わっているので、この人さえいれば私は甘えられるなって思う人に出会ったとしても、いつかその人が変わってしまったって感じる時も来ると思うんですね。まあ、最良のパートナーで一緒に変化することができて一生を遂げるってパターンもあるとは思いますよ。あると思うけど、でも何にするにしてもまずは自分で自分のことを抱きしめてあげるってことをする方が本質的だし、まあ、手っ取り早いし、今後の人生を考えた時にすごく役に立つことだなって思います。なので今なかなか難しいかもしれないけど、まずは騙されたと思って言葉に出してみるっていうことをしてほしいし、自分を主語にして物事を選択するっていう練習を日常生活の中でたくさんしてみるといいんじゃないかなって思います。で、そういうふうに自分が少しずつ変わってくると、本当に不思議なんですけど、甘えさせてくれる誰かが寄ってくるっていう不思議な現象が起こるんじゃないかなって思いますね。うん、昔助けてくれるヒーローとか、友達が欲しい、彼氏や友達が欲しいみたいな相談もお受けしたことがあるんですけど、架空のヒーローはいくらでも作っていいと思うんですが、生身のヒーローっていうのはね、実はいない。一時はあるかもしれない。だけどそれは本当のヒーローではなくて、本当のヒーローっていうのは自分だと思うんですよね。自分を救えるのは結局自分しかいないんですよ、本当に。だけどその自分を救おうと思って行動することによって、すごく自分に必要な人が現れることも本当にあります。自分が動くと周りが変わるっていうことが、原理原則なのかもしれないなって思うんですね。だからまずは自分を主語にして、自分を大切にして行動するっていうことが一番大切で、一番簡単なことだと思います。最初はちょっとね、私みたいにどういうことってなって難しく感じちゃうかもしれないけど、ぜひまずは自分で自分を抱きしめてあげるっていう練習をしてみてはどうかなと思います。皆さんからの意見もぜひお待ちしております。はい、ということで今夜は、こちらで終わりたいと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でぜひお会いしましょう。おやすみなさい。